また虚無か。だが感じが違う。驚いた？ずっと昔、私はアウトサイダーに刻印を押されたの。大切な塔から引き離され、エミリーを石へと変えられた。さぞ辛いでしょうね。でも幼い頃、ジェサミンと私は親しく秘密を共有し合う仲だった。当時の王にはもう一人不名誉な娘がいたのよ。彼女は何を遊んでいる？いや、どうやってが問題か。常に宮廷に行きたい。もう少し大きくなってからじゃないと。きっと来年あたりだ。去年もそう言った。ジェサミンは年下なのに毎日宮廷にいるのよ。ジェサミンはその…なんだろう、いつかわかるだろう。私何もしてないのに、いい子にするから。来年だ、約束する。日中、ジェサミンと私はタワーで遊んでいた。でも夜になると私だけ使用人宿舎に戻ったものよ。王は私のところにやってきて、いい子にしていたら宮廷へ連れて行き王女にしてくれると言った。そしてある日、ジェサミンが非常に高価なものを壊してしまうと、彼女は私の仕業だと言い、私は血を流すまで鞭を打たれた。母は仕事を失い、その晩私たちは寝るところのない通りにいた。私壊してない。じゃあ誰がやったんだ？二人で遊んでたの。ジェサミン王女、あなたの言い分は？彼女よ、デリラは嘘をついているわ。私はダンウォールの最も汚れたところを目にした。ジェサミンは暗殺者の件ですぐに死んだけど、母は衛兵に顎を折られ、数週間も生きながらえた。母が死ぬと私は追い出され、ダンウォールタワーを見上げながら復讐を誓ったの。私は浴場でシーツを洗う傍ら絵を描いていた。そして才能を見抜いたアントン・ソコロフが生徒として拾ってくれたのよ。私はアウトサイダーに刻印を押される前でさえ狡猾に生き延びた。今度はあなたの番よ。母が病気なの、助けて。遅かったな。ママはお前が物乞いをしている間にくたばったぞ。え？嘘。ケーキを終えたから彼女はもう放り出される。お前もここから出ていけ。どこまでが真実で、どこまでがデリラの歪んだ妄想なのか。15年前、王政支持派の陰謀家たちにアントン・ソコロフをさらうよう命じられ、実際にさらった。家から連れ去り、隠れ場所にしていたパブに連れて行って犬の檻に閉じ込めた。すると彼は私たちを笑い飛ばした。卑猥な話をし、家庭教師が半年かかっても教えきれないような知識をエミリーに教えた。彼はまるで絶対に死なないかのようだった。彼の思想は時代に大きな影響を与えた。だがそれももう変わってしまった。私が救い出した老いたアントンはもはや話もしてくれない。渡したものを食べ、うめきながら眠り、血を吐くだけだ。もはや自分がどこにいるかすら分かっていないかもしれない。ジェサミン、デリラの力は強くなってる。デリラのことは私のせいね。もちろん違う。全てデリラの意志だ。慎重に決断しないと。でもあまり時間がないわ。急いで。
人の主にはもっと面倒そうなことも手伝うように言われた。もし手伝っていたら気候兵を簡単に作れるようになっていただろう。賢い男だ。アント、連れ帰った時は話もできないような状態だったが、もう3日も。彼は拷問されたんだ。体はあざだらけ。デリラが玉座を手に入れ、エミリーは捕らえられている。アント、檻にいた時、殺してみろと叫んだな。あの頃に戻ってくれ。ホルボ、彼女が正しい。電気を部屋の端から端に流すことならできるが、デリラはわしの理解をはるかに超えている。全てを捨てるつもりでサーコヌスに来た。しかし暗殺が始まった時、わしは無視することができなかった。公爵が殺人に関わっていることをミーガンとわしが突き止めた時にはもう遅かった。クラウンキラーがやってきた。わしの知識が必要とされ、殺されなかったおかげでいろいろと知れた。ジンドッシュにはしばしば訪問者がやってきた。ブリアナ・アシュアースだ。王立博物館の館長だな。そうだ。アシュアースは危険な人物だ。オカルトまがいのデリアなんかに入れ込んでいる。どうやらオラキラムという装置を研究しているようだ。彼女はまだいろんなことを隠している。アシュアースが本当にデリラの手下なら消す必要がある。彼女の存在もその装置とやらも危険な予感がする。そろそろ出発するぞ。ドレッドフルウェールはできるだけ近づけずに済ませたい。シリアガーデンズに小さな波止場がある。博物館の近くだ。そこまでしか連れていけない。準備は？まあ、行こう。王立博物館の外には最上級衛兵がいる。中で何が待ち受けてるかわからないが、アシュアースはよりすぐりの取り巻きと一緒にいる。そいつらが真の脅威だ。アシュアースとの出会いについていつか詳しく聞きたい。そうだ。アシュアースは本当にデリラにとって重要な人物だ。それで思いついた。大修道院を利用すればアシュアースを引きずり下ろせるかもしれない。カルナカの副監督官がアシュアースを監視していることが分かった。王立博物館付近にある秘密の拠点でね。選択肢を増やすならそこから調べろ。いいか、まだ彼女がデリラと一緒に動いているのならアシュアースは脅威だ。分かったよミーガ、また後で。ここで橋渡し役と会うことになって、コロマーの神工房の人間だ。どれくらい待てば？大丈夫だ。技術担当官が立ち寄ったが異常はないと言っていた。風車をチェックすると言って光の壁を登ったんだが、どうかしたか？昨日は風車が壊れるんじゃないかってくらい風が強かったから、光の壁もすごい勢いでスパークしてたし。それは私も見たが、原油の値段は上がっているし、タンクも空になりそうだ。確かに風は予測不能だが、ハウラーが検問所を襲ってきて殺されるよりはマシだ。ええ、まあそうかもね。梨のソーダには目がないの。どうしてか。
このミルクが2枚もういい、ひどいところだ。神道州の気候兵から届け物があった。何をやってるか。もちろん。誰かいるのか。王立博物館、この中には何が隠されているんだろう。ブラッド・ブライヤーをもう育てられない。何週間もグレイブハウンドを作ろうと頑張ったのに諦めてしまった。あの鼻と歯と尻尾だらけ。は本当だと思う。ハウラーのパオロについても同じ話を聞いたわ。パオロの話はまた別よ。アシュワースの生産式の装置に手を加えれば彼女を無力化できる。わからないわね。これに手を加えればアシュワースを虚無から完全に切り離し魔力を奪えるかもしれない。どういうこと。やめて。これからどうすれば。もう終わりよ。アシュワースの日記からデリラを殺せない理由がわかるからな。
魔女集会はバラバラになった。私はカルナカで新しい人生を始めた。やがて虚無から彼女のささやきが聞こえ、同じささやきを聞いた公爵へと導かれた。我々はデリラをこの世界に取り戻すため力を尽くした。3年前アラミス・スピルトン邸から王国を変えた。島々を越えて、かつてブリグモアで彼女と共にいた者全員が魔法が戻るのを感じた。他にも参加した者たちがいた。新顔の連中だ。デリラは不死となった。永久に朽ちることのない体に。彼女はダンウォールを手中に収め、我々は神託修道会の壊滅に乗り出した。監督官たちは預言者であるシスターたちから指示を受ける。彼らの夢や幻はすぐに我々の影響下になるだろう。ハムフィッシュじゃなかった。多分リバークラストだ。くそ。遊んでる時間はないぞ。おや、終わりだな。アーシュワースはもう問題ではなくなった。そうか。だがコルボ、まだあるんだ。ダンウォールで暮らしていた時、私は大っぴらには言えないことをやった。長く生きればそんなことも起こる。ああ、だが私がやったのは最悪なことだ。デリラやアーシュワースとは知り合いだった。彼らのザレ事に巻き込まれて間違った道を歩んでしまった。正直、このことが起こる前はデリラは死んだと思ってた。今はあまり深くは話したくないが、知らせておくべきだと思ったんだ。後悔してる、コルボ。ダンウォールで何があったにしろ、もう昔の話だよ、ミーガ。そんな風に思いたいが、まるで昨日みたいでね。出発の準備は？はあ、行こう。ドレッドフルウェールに戻ろう。サーコノス公爵とデリラにまた一歩近づいたな。